アークナイツこんにちは私は援国災害救援組織シュンケンから研修のために派遣されてきましたもので名前はあご,ごめんなさいここではコードネームを使うんでしたよねすみません申し訳ないです私のことは マルベリーと呼んでくださいお疲れ様ですドクター今日もお仕事ですかドクター生理が終わった資料をここに置いておきますねあいえいえ感謝されることは何もないです やり慣れていることなので、大変でもないですし。その、喉が渇いていませんかお茶を入れてきましょうか。縁国語以外の言葉は、それなりにしか話せないので、最初は少し怖くて、あまり喋れなかったんです。でも、皆さんがよくしてくれて、 東京の方も多くて。ふ、う、ぅ、ん。肩の力がやっと抜けたんです。お邪魔します、ドクター。プロヴァンスさんたちがどこにいるのかご存知ですか実家の方から特産品が送られてきたので、お世話になっている方々に渡そうと。あ、もちろん、ドクターの分もあります。 ぜひ、食べてみてください。ど、ドクター。私のお団子ちゃんを、一緒に探していただけませんか白と黒の、あの、小さいお人形です。ここに置いていたはずなんですけど、全然見つからなくて。う,うお願いします。あれがないと私。 夜、眠れないんです。救援隊は、天才とは長い付き合いですし、オリパシーになるのもやむを得ないので、皆さん、そのことで差別したりはしません。私の体の結晶は、目立たないところにありますし、押しても痛みは感じません。だから、時々、 結晶があることを忘れそうになるんです。救援隊に入ったばかりの頃は、あちらの気候にも食べ物にも慣れなくて、夜もホームシックで眠れなくて、何回もこっそり泣いてしまったことがあります。それでも私たちが助けた人々を見ると、まだ 頑張れるんじゃないかって思えるんです。ドクター、お邪魔します。その、最近私、天才救援児のオリパシー感染予防について勉強しているんですが、月野木さんがドクターに聞いてきたらどうかって勧めてくれて、あの、すみません。 ご迷惑ではありませんかえドクターどうして黙ったまま後ろに立っているんですか何を持っているかってああ。これは、実家からのお手紙です。私がわがまま言って、家を出たとき、両親が怒って、感動だった。 って言ってたんですけど、私の故郷には、血は水よりも濃いっていう古い言葉がありまして。オリパシーにかかってから、両親の期待していたような穏やかな生活は、多分、もう望めないって分かったんです。でも、後悔はしていません。 それに、もしあの選択をしていなかったら、今日ここで、ドクターや、ロドスの皆さんに会うこともなかったでしょう。<laughs> <laughs> ドクター、ドクター、お、お邪魔してすみません。ちょっと、お顔を上げていただいて、このクッションを敷いてから寝ませんか このまま寝ていると、報告書の文字がほっぺについちゃいますよ。や、山が崩れて地面にもひび割れがこれ、話題のアクション映画の特殊効果映像じゃないんですよね。え昇進いいんですか救援隊とロドス。 両方から大きい量がもらえる。し、幸せ。今回は、誰かの助けになりたいからではなく、自分でこうするって決めたんです。ドクター、ずっと応援してくれて、ありがとうございます。今の私は、自分のしてきたことには、ちゃんと意味があるんだって。 確信しています。頑張って、皆さんを支援します。え私が隊長ですかわ、私に務まるでしょうかはい。すぐに出発します。皆さん、どうかお気をつけて。また、後ほどお会いしましょう。 警戒態勢を取ってください。前方に動きあり。ゴーグルを。よし。装着完了。行きますよ。はぁ。あ、はいき、緊張していません。救援準備を始めます。 救援招待マルベリー、待機しています。皆さん、どうか気をつけて。私、私だって。どこを見てるんですかキョロキョロするのは危ないですよ。皆さんの安全を守るのが、私の仕事です。 報告。エリア内の救援活動は終了。人員の疎開及び保護もつつがなく行っています。よ、よかった。誰も怪我しませんでした。ふぅ。これで作戦終了です。ドクター、私は皆さんのお役に立てたでしょうか待てって さいあの人たちが逃げた方向は危ないですいけない今すぐ連れて帰ってきますここはとても危険です皆さん、早く撤退してくださいドクター、私についてきてくださいうぅー、ここが宿舎その、 家賃は必要でしょうかんあ、すみません、すみませんドクター、とてもありがたいのですが、こっそり私にお守りをつけるのはもうやめてください。これ以上は持てません。